離婚届を勝手に相手から出されたっていう形なんで。今はそうするとお一人で暮らしてるんですか？実家の方で子供と一緒に暮らしてる形になってるんですけど。お子さんは何歳？5歳です。5歳、男の子女の子？男の子です。男の子。はい。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？ですね、妻はちょっと突然に本当に給料全額持って家を出たんです。給料っていうのは自分の給料じゃなくてあなたの給料？はい、そうです。で、突然っていうことは あなたに離婚したいとかなんか言わないで？え、一切言わなかったです。自分が仕事帰って家に入る寸前にメールが来て、はい、手紙が置いてあるから、はい、ちょっと見てほしいっていうことを言われたんです。で、うちの母と姉宛てと、うん、あと自分宛てにその鍵が置いてありまして、自分との生活が嫌になって、はい、お給料のお金は少しずつ返してきますんで、はい、どうかすいませんごめんなさいみたいな内容の手紙でした。息子のことについては何も書いてなかった？子供の方は母と姉の方の手紙にも書いてあって、はい、素直でいい子なんで、はい、すいませんお願いしますって。もし育てられないのであるのならば、はい、こちらの方が生活が落ち着いたら一人に行きますっていう内容のことは書いてありました。ああ、そうですか。はい、はい、それで？で、まあ、彼女の方も電話は出なかったんですけども、はい、何日かして少し話せるようにはなってきたんで、その離婚を破棄して、はい、家に帰ってこないかということを言ったんですね。はいはい、でちょっと頑なに彼女をちょっと拒否してたんで、はい、もしかして男でもいるんじゃないのかって言ってたんですけど、はい、それは絶対ありえないとは言ってはいたんですけども、はい、ちょっとあることで知られてみたんです。はい、で神さんはなんかメールとかでもよこしてたんですけども、はい、すぐには行けない、でも近くにはいるとは言ってはいたんですけども、はい、うちの姉とかにもなんかお金を借りてたんで、はい、それだけでも返してくれよみたいな感じで言ったら、はい、その振り込み先のところを自分なりに調べてみたら、はい、距離的にも全然遠いんで、はい、どういうことだって問い詰めたら、実は男も今いるんだ。でそこでちょっと自分ももう逆上しちゃって、はい、彼女の携帯電話も全部消しちゃったんで、今はもう本当にほとんど音信不通になっちゃったんですけども、はい、それあなたの今日の相談というのはそれどういうことですか？ですね、5歳の子供が母親のことをしきりに言うんですよね。お母さんいつ帰ってくるのとか、はいはいはい、自分たちからは母親のことは言わなかったんですけども、はい、子供も最近ちょっと言い始めたんですけど、古いママはどこ行ったんだろうって、新しいお母さんいつ来るんだろうとか、そんなことを言い始めてきたんで、父親としてどう今の現実を伝えたらいいのか悩んでるんです。かなりお子さんは状態深刻でしょ？はい。なんかこう体の症状になんか現れてるとか。そうですね、ちょっと最近お腹が緩くなってるっていう体調のあれとかも。頭痛がするとか変な行動を起こすとかそういうことではないんですね。そうですね、今のところまだ出てないです。で、おじいちゃんおばあちゃんというか、あなたのお父さんお母さんとはうまくいってるんですか？ちょっと父親の方はもう十何年前に他界してるんで、はい、母親の方だけなんですけど、はい、うちの姉と母親とか自分がいない間は面倒を見てくれてるんで、はい、すごく助けられてます。うん、助けられてるし、お母さんが非常に優しく接してるんでしょうね。そうですね。子供からするとね、はい、そんな悪い子なら出てきなさいって怒鳴るよりもね、はい、お母さんが家出てっちゃうっていう方がはるかに大きな心理的な影響あるんですよね。はい、どこにいるか分かんないんだから。うん、出てけって言えば自分が追い出されたってそこにお母さんいるわけだからね。はい、それで今はお腹が少し緩いという程度だということですね。そうですね、はい、わかりました。今日はスタジオ幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。今私は加藤先生のお話を聞いていて、はい、5歳の男の子だけを考えたんです、ずっと。はい、そのお母さんが男の人を作ったとか全部抜きにして、この5歳のお子さんがもう現実に今その母親をいなくなったという喪失感ですよね。加藤先生おっしゃいましたけども、はい、すごい、特に女の子よりも男の子の方が
心のダメージは強いんです、はい、それでね、とても難しいことなんですけれども、はい、現実にあなたのような環境の方で今すごく立派になったお子さんがいるんです、はい、でね、もしかしたらその方の少しでもこれは僕ができるかなっていうものをね、はい、やっていただいただけでもこのお子さんは救われると思うんです。そしてね、はい、人は両親が育ってるからその子が幸せになるとか、はい、病気別れだとか、はい、生き別れだかっていうのはもうこれはその子の運命ですよね。その運命の環境をですね、はい、あなたの父親の愛でね変えることもできるんです、はい、それで今からお話ししますけれども、はい、もし私が話していていや、はい、これは不可能だと思ったら不可能とおっしゃってください、はい、まずですね、小学校6年までは、はい、産んでくれたお母さんはいいお母さんだっていうことによって子供の頃は救われるんです、はい、ただしね、それを裏切られた夫とか妻は許せないからついね、相手をですね感情で怒ってしまうんです。そうです ね、はい、それを聞いた時に一番震えて怯えて地獄に落ちるのは子供なんです、はい、私もよく祖母が言ってましたけれども、はい、いい人悪い人は、はい、子供がしっかりと根付いた時に、はい、子供が判断することであって、はい、周りの人間がいや、はい、あの行動だからあんな悪い人だってよってことは誰も言えないって言うんですね、はい、だから必ず子供がしっかりと判断できて一番判断できるのが中学校から高校生なんです。その時に自分が今まで描いた母親と違っていた時には子供が自ら断ち切った時はその子の心にはトラウマにならないっていうんですね。だからあなたにお願いしたいのはあなたにとっては悪い妻かもしれませんけれども子供には何の罪もないですよね。そしてお母さんお母さんで言ってるんですよね。今部屋の中にきついんですけども、そのお母さんの写真をあなたは置いとくことできますか。自分としてはちょっときついですよね、どうですか。きついですね、はい、これは無理ですか。でもまあ子供のためになるならばすごいですね。子供のためになるんだわ。あれだったらばやります。できますか。はい、なぜかというと、はい、子供は実際にそばにいて、はい、生まれてこなければよかったとか、はい、そういうお母さんがいるよりも、はい、自分が捨てたお母さんでも、はい、このお母さんだよって言ってくれると自分の中に理想のお母さんをイメージできるんですね。はい、そうすると、いつかこのお母さんが迎えに来るっていうこと、夢があるんですよ。はい。僕は頑張れるってものがあるんですね。はい。だからもしあなたが、はい。これがお母さんだよ。今に迎えに来るからねっていうことが、はい。あなたができたならば、はい。子供はそれを支えに生きていけるんです。もう一つは、はい、生き物はダメなんですけども植物です。はい、一番いいのは植木なんですけどね、お花は枯れちゃうので、はい、この木がこれだけ大きく成長した時にお母さんは来るんだよっていうことが欲しいんですね。だから毎日、はい、お母さん今日僕こうしたよ、お母さん僕はこうだったよってことをね、お父さんに言えないこと、おばあちゃんとかいろんな人に言えないことをこの木にお水をあげながら話してごらん、はい、これはですね、はい、別れがあって、はい、子供の頃に、はい、祖母とはもう永遠に会えないかなと思った時に、はい、祖母がこの木がおばあちゃんだと思って、ね、はい、水をあげなさい、はい、人はね大好きな人がそばにいなくても、
この木が心を伝えてくれるんだって言ってくれたんですね。はい。そして私はそれを本当に、もうある程度、小学校5、6年でしたから、はい、なんとなく嘘と分かっていましたけれども、はい、それにしがみついたんですね。はい。どういう心境になるかと言いますとね、はい、私の場合には、楓だったんです。はい。楓の葉っぱが落ちますよね。はい。そうすると、祖母がね、葉っぱはね、って、ああ、これでこの木がね、丈夫になったと思った時に、葉っぱは自ら離れていくのって言ったんです。その言葉を思い出しながら、秋になると葉っぱが早く落ちてほしい。大きくなってほしい。それを語ってる間に、祖母が心の中に住むんですね、不思議なことに。はい。多分このお子さんも、現実のお母さんではなくって、自分の中に自分で作ったお母さん像があって、そのお母さんが、そのお子さんの、5歳のお子さんの、心の中に住むんですよ。はい、住んだ時に、どんなに辛いことがあっても、はい、心の中に住んだお母さんっていうのはね、消えないんです。はい、私は今あなたに本当に念じているのは、はい、ぜひですね、ボエちゃんの心のお母さんを作ってほしいんです。はい、必ず、あなたにいろんなことを語りかける、中学生の男になりますよ。これはできますか？今でも恨みは恨みであるんですけども、ええ、やっぱり一緒に暮らした日々の方が楽しかったんで、やっぱり裏切られてもやはり死者にはなれないし、それが息子のためになるならば自分の感情を殺してでもそういうふうにしたいと思います。あのね、はい、これが相談の答えになってるかどうかも今自分でわからないんですね。はい、本当に力がなくて本当に申し訳ないんですけども、はい、いえ、でもあなたがおっしゃいましたよね、はい、辛いけれども、はい、子供のためにはできるっていう、はい、とにかく頑張っていただきたいなと思うんですけどね、先生いかがでしょうか？はい、ね、はい、最初にね、大和田先生が、はい、両親が揃ってることが幸せとかね、はい、そういう形じゃないって言ってもその通りなんですよね。現実に、はい、体が帰る家があるよりも心が帰る家がある方の子の方が成長できるんです。はい、この子にとって、はい、この子の心の帰る家を作ってください。はい、わかりました。よろしいですか？はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼します。はい。